三木俊英探偵機関呉田博士記者中の殺人腰掛けの下からムクムクと這い出した一人の少年目指されたは二等室の美人午前5時15分 東京駅飯田町発の中央線松本行き列車は新緑の武蔵野をはせて今しも八王子駅を離れ延々として長蛇のごとく黒煙を吐きつつ汽笛を鳴らして甲州の方へ突進するのであった列車の終わりより三番目の箱は三等室その続きは二等室八王子から二等室はわずかに二三人の乗客を余すほかがら空きとなったが 三等室の方は相変わらず寿司を詰めたごとく混雑しているその三等室の2等室へ最も接近したる方の一区画には眉飼いの商人らしい男善光寺参りの同者らしい年寄り夫婦富山の薬売り製止場の工女らしい女など78人が乗っていたところが停車場を入れて56分も走った頃 ふいに人々の足をかき分けて腰掛けの下からムクムクとはい出た十六七の少年があるどこでいつの間に忍び込んだのか見ればかすりの赤じみた合わせその下に紺の古びた腹掛け尻に結んだ絞りの三尺帯色の冷めた鳥打ち棒を人目を避けるごとく前のめりにかぶったそのひさしの下の目つきのものすごさ は狭く色は朝黒く口元は癒しげに実に一癖あるべき面構えであるこの怪しい少年は素早く右側の窓際に立ち上がるや呆れ顔の辺りの乗客をギロリと目を光らせて見回したがつとガラス窓を下ろしたそして1寸2寸そろそろと頭を層外に差し出し始めた 彼は車掌の影を考慮するもののごとく前後に目を配ったが記者が失踪中で発見される心配もないと見て取ったのかついには前かがみに全く半身を乗り出してひそかに隣の二等室をうかがうような姿勢をした折から二等室の一つの窓から巻きタバコをくわえた男の顔が出たソフトハットを斜めにかぶり髪長く鼻高く 痩せぎすぎて美術家とでもいう風の男であったがその顔はすぐに引っ込んだすると入れ違いに同じ窓から羽飾りの厳しいエビ茶色の婦人坊のへり先が外に現れた西洋婦人かと見ればそうでもなし婦人坊の下にほのみゆるは漆のごとき艶のある髪の毛黒水晶のように涼しい瞳 バラ色に匂うふっくりとした白い頬孫を異ない洋装の日本婦人しかも妖艶なる裏若き一人の美人である婦人坊の主は連れの男との話を止めて軽く窓に寄り生涯の移りゆく夜景を何心なく眺める風であったおっと見つかっちゃう献のんなのん 少年は慌ててしらを引っ込ませたそして一人何がな満足げにうなずきつつポケットからまきたばこを取り出して悠ゆ々うゆうと煙を吸っていたが次の浅川駅近くなるとまたもや身をかがめて腰掛けの下にくぐり入ろうとするまあ君の悪い人じゃねえこの人はと同社のおばあさんは膝を縮めた本当に好かないわね 人のお尻の下へ潜り込むなんてと甲女連もはすっぱらしく叫んだ君そんなところへ入らずに狭かったら僕のこれへでも腰掛けなさいと薬売りは床に置いた柳氷を指さした少年は片手を床へついたまま小声でええお心はありがたいがあっしゃ実は切符を持っていないんです 新宿から飛び乗りをやってきたんですがこの小仏トンネルを越せばまた飛び降りるつもりなんですからお前さん方にご迷惑をかけませんトンネルを越す間が足にとっちゃ大事だとかその間だけかくまっておくんなさいあてね切符なしで汽車の飛び乗り飛び降りをやらかすだね随分危ねえ技だね 見つかったらどうおしだえ。と同社のおじいさんはあきれて尋ねてみた「なあにねあしは年中汽車のただ乗りをやってるからピー的小僧とあだ名を取っているくらいさお前さんたちさえ騒いだり密告したりしてくれなきゃ見つかるようなヘマはしない」がもし意地悪く車掌に密告でもされるとと 少年は意味ありげに海中に手を入れてみせて。足の方でもまた嫌な仕返しもしなくちゃならないというものだ。ねへへへへ。<laughs> すごい苦笑いを見せてぐっとまた辺たりを人にらみ。そして再びほこりだらけの腰掛けの下へもぐら持ちのごとく隠れてしまった。そのくぐり込む拍子に上着の下から 白木の細長いものの頭がちらっと見えたそれは白さやの合い口らしかった臆病らしい薬売りと公女たちは思わず顔色を変えて目を見合わせた何やら尻がムズムズする今にもぶすりと突き刺されてもするような不安な予想で乗り合わせた人たちは落ち着いてもいられなかった 無論、密告なぞする勇気はない記者はトンネルのふもとの浅川駅をまた離れたと P 敵小僧はまた前の通りはい出て二等室を覗き込み安心したらしい顔をしてまた前の通り腰掛けの下に隠れた「はてなトンネルを越す間が大事だ大事だ」といことも言ったが。 あの懐にのんだ合口あの二等室の美人はてこれは怪しいわいと同社のじいさんは腕を組んで目を据えた記者がいよいよトンネルにさしかかるにつれて胸の動機が激しくなったいやじいさんばかりじゃない ー的小僧を認めた同室の乗客の胸には皆真っ暗な不吉な念がひらめいた小仏トンネル中の健康一線。河川日本に鉄道ができたこの方南高寺で天下に名だたる中央線の笹子小仏の大トンネル。 その小仏の長い長いトンネルの中を記者は今失踪の真っ最中である地底の狭い穴に反響する猛獣のうなるがごとき機関車の喘ぎと熱した車輪の鉄条を噛みゆく音真に百来の一時に明動するごとき陰,陰豪々ゴーゴたる大音響は耳も露するばかり隣同士の話し声さえ消されてしまう いや、車室内のいかなる物音も潰されてしまう中央線特有の粗悪な薄暗いランプそれがあいにく P 的小僧の潜んでいる車室には一つしかつかないおまけに向こうの隅に下がっているので小僧の方へは光が達しない車夫の掃除が届かぬためかランプは真っ黒にすすけて黄色く濁った石油がどろりと溜まっているばかり 室内ほとんど鼻先の顔さえ分別しがたいほど暗いのであるその上誰やらん風上の窓を開けたと見えむせ返るような濃い梅園がもうもうと室内に流れ込み時々真の闇となる誰が動いても誰が立ち上がっても少しもわからない乗客はただ暗中に黙々として「早くトンネルを出よかし」とばかり 多くは目を閉じて相対していた。この時、p 的小僧はそも何をしていたろうか？じいさんは試みに恐る。恐る足を腰掛けの内側へ曲げてみた。足ごたえがない。おやいね。えぞ。もしあのやっ子さんがいない。と薬売りに囁ささいた。 本当ですね飛び降りたのでしょうか二人はキョロキョロと闇の中を透かしてみた折しも汽車は突然一個の空気穴のそばを通過した朦朧とした明け方のごとき外界の光線がほの白く闇をつんざいて車窓をさっと照らしたこの一瞬こはいかに右側の隅の戸が空いているのが人々の目に入った 続いてその窓の外に鳥打ち棒をまぶかにかぶった一つの朝黒き粘脈な顔が浮かんでいるのが目に入った正しく P 的小僧の顔また窓ヘりをつかんでいる一つの手が目に入った小僧は外の足掛け台に立ち落ちないように左手で窓をつかみそうして身を乗り出して二等室をうかがっているのであった その殺気を含んだ燃ゆるがごとき目のものすごさこれら全ての光景が乗客の目に映ったのは真に一瞬間であるそして再び暗黒中に没し去ったその没する一刹なキラリ一つの小さな光物が二等室の中へ飛び込んだらしく窓際の一人の公女には思われた この光りものだけは他のものには気づかれなかったらしい。紅女はずっと身震いして青くなった。思わずあれへと叫びたいくらいなのをピテキ小像の恐ろしさと我が目の誤りではないかという疑いとでじっと唇を噛んで押しこらえた。記者は硬語として暗中をはせにはせた。 間もなく記者はトンネルを入れて余生駅に着いた3等室の例の乗客どもは隣の箱に必ず何か返事の発見されるのを予期したらしく窓から首を差し伸べて胸を躍らしつつ眺めていたが何事もない様子であるただ記者が止まるとすぐその2等室の戸をあららかに押し開けて1人の洋服で立ちの278の青年が外へ飛び出した 前から乗っていたソフトハットの髪の長いあの青年である案に違わず美術家であったと見え三角機カンバス等の写生用具を携え西洋キャハンをつけているこの青年は何か激しい月光の体でオモナガの優しき顔を真っ赤に興奮させ片手には強いてむしり取ったらしい鎖のバラバラになった女持ちの優しい小型の金時計をぶら下げている そしてプラットホームに飛び降りるや否や物をも言わず振り向きもせず改札口から郊外に出てスタスタとどこかへ急いで行ってしまった二等室の戸はまだらに閉じてある何の物音もない人声も聞こえないかくて記者は寄期を離れたすでに飛び降りたと思った P 的小僧は 相変わらず腰掛けの下に潜んでいた小僧はまたもや窓ガラスを下ろして二等室をうかがったそして甚だ失望の色を浮かべた甲州の入り口の駅上野原へ間もなく着いたちょうど停車場の構内で滑車の入れ替え中であるので汽車は暫時郊外に泊まっていたそしてさらにプラットホームに進んだ 上野原上野原。と車掌の一人はプラットホームを高らかに呼びつつ今しも九段の二等室の前まで来たそしてふと一つの窓から車室を覗き込んだが何事を発見したのか一声ただならぬ叫び声を発して慌ただしく戸を開けた途端に赤黒い血潮が だらだらと車室から線路に滴り落ちた血生臭き匂いがプーンと辺りに漂ったけたたましい車掌の叫び声を聞きつけて他の車掌も駅長も駅員も校内出張の巡査も乗客も等しくそこに押し寄せてきた機関手も機関を止めて駆けつけた上野原駅は 一大騒動に陥ってしまった見れば二等室の窓際に仰向けに倒れている一人の婦人がある華やかな羽飾りの婦人帽の主なるかの幼装の美人である無残にも頭部を刺されたと見え帽子毛髪両方にかけ血潮はからくれないを染め出している苦悶の跡がレキレキと見えて 歯を食いしめ拳を握りしめ顔面蒼白先のバラ色の面影は探せどもない教皇が発見されたのはその時である汽車を出てガタガタ震えながら眺めている隣の3等室の例の高女連婆さんたちを突き飛ばすようにして秘境のごとく射出を踊り出たものがある P 的小僧であった 小僧はプラットホームを一足飛びに駆け抜けて構内の柵を飛び越えて逃げようとしたが運悪く着物の裾が柵に絡んで彼はバタリと柵外に倒れたうろたえて裾を振り離さんともがくさなか「それくせ者」と見て取った巡査は身軽に柵を飛び越えてたちまち取って伏せてしまったこちらでは 彼の凶行を発見した車掌はつかつかと巡査のそばに進んで何事かをしゃべった巡査は駅長を呼んで囁いた承知しましたではともかくも余生期へ電報を打たせてその美術家らしい男に注意させましょう一人の駅員は急いで建物の中に入ったガラス窓の部屋の中では電信を打つ音が こと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 と敏将に響き出したああ機械なる記者中の殺人犯美人の被害者は何者加害者は果たして何者意外なる権利者の捕,捕クレタ博士現場に急行する。 汽車中の美人殺害事件。山梨県北鶴郡上野原駅にて昨日戦慄すべき大犯罪発見せられたり最初これを発見せしは午後5時15分飯田長髪列車に乗り組み来たりし車掌福山明にして同8時5分列車の上野原駅に着するや何心なく二等室を除きしに 清掃せる洋装の一美人の死体室内に横たわり至たるを発見し大いに境外し事変を告げたるより校内の大騒ぎを引き起こし早速医師を呼び迎えしがその検診によれば教皇の在りしはわずかに停車前数分間にして死因は尖りたる凶器を持って頭部を感染せられしによるもののごとししかして殺害の目的が盗賊にあらざるは 被害者の所持金指輪等ことごとくそのままにありしをもって明らかなりちなみに言う今回の被害者は東京・日本座の女優丸瀬美佐子にはあらずやとのことなれども真偽いまだに確かならず嫌疑者としては同列車に乗り込み至る3等客あだ名 P 的小僧こと小坂房吉なる者即座に捕獲されしがなお1名 新宿あたりより被害者と同社して余生期にて下車したる東京・神田区駿河い西紅梅町三番地弁護士広戸連蔵の弟洋画家同姓春男が余生期付近の渓流の傍らにて射精中をとらわれたり事件の真相は探知するに従い報道すべきもあるいはよほど入り組みたる興味ある事情のもとに行われたる犯罪になるやも知れず 当氏よりは上り2番列車にて裁判官急行したりこのような記事の掲載されてある東京新聞が1枚二等室に乗り組んだ3人の紳士の膝の間に広げられてある記者は同じく飯田町発の下り3番列車日は前回の強行のあった翌日のことである三紳士というのは1人は 質素なるる服に古ぼけたる山高坊旧式の手提げカバンを持って埃で曇った金縁の眼鏡を眠そうな目にかけた剛毛あたりを飾らぬ呉田博士で博士を挟んで左側に腰掛けたのは起立とした八字ひげの助手中沢医学士その右側にいる頬の肥えた切りひげの濃い流行の洋服姿で格好のいいのは剣議者広人春男の兄 弁護士である今しも記者は国分寺駅を離れたばかり3人の目は異様に輝いて等しく新聞の記事に集中されていたが日頃快活なるロト弁護士も今日の元気のなささも心痛に耐えぬごとくきれいに分けた髪の毛の中に指を差し込んだり太いため息をついたりしてすっかりしょげこんでいる。 しかしその息の承知は無理もない次第である一人きりの相手がこともあろうに忌まわしき殺人犯の嫌疑者として挙げられたのに誰がこの際安叙としていられよう彼は昨日上野原の知人よりの宮殿に接して取るものもとりあえず甲州に向かい一応事件の代替を調べたあと夜行で今朝帰郷したそして 相手が無論このような罪悪を犯すものでないことを確信しているからこの難事件より相手を救い出すには呉田博士の力によって反証を上げてもらい事実を明らかにするよりほかはないと決心しさてこそ博士に懇願して直ちに下り三番列車で同行出発したのである呉田博士は中沢助手に命じて新聞記事を手帳に書き取らせたり じっと何かを思案したりあるいは生涯の形勢を眺めたりしていたがやがて「さあろとさんこの記事だけでは容量を得ない向こうへ着くまでに事件の真相を詳しく承りましょう」と促した「ええようやくこれで落ち着きましたから無論お話しするつもりでおりました」と 弁護士は額の汗を判決で拭きながら「今までは先生がいろいろな面白い事件をズバリズバリと解決なさるのをそばから見物させていただいたがいやどうも今度ばかりは不意に自分の方へお鉢が回ってきたので面食らいました弟のやつめとんだ災難をしでかして」がまあお聞きくださいましこういう次第です 弁護士はそもいかなる物語をか始めんとする日本座の女優と画家の身内弁護士の面白き物語葉巻へ火をつけると紫の煙をプーっと吹いて広と弁護士は語り出した。今回の被害者は、 全くこの新聞に出ているとおり日本座の女優丸瀬美佐子に相違ありませんそれは昨日被害の発見地へ私が参った後遅くに確定しましたから今朝の新聞には漠然と出ていますが何でも今甲府市に新派の深川一座が行って開演しているそうですが女方が一人不足になったので日本座が目下休業中なのを幸い ミサコが補助に頼まれて昨日出かけたということがわかりました先生は日本座をご見物なさいましたかいやわしはまだ見なかったが中沢くんはなかなかの女優通らしいアはは、ハ <laughs> ご冗談をと中沢医学士は少し顔をわからめてしかしマルセミサコならば あの座の有名な美人ですね先月も黄金杯という刺激でなんとやらいう姫君を務めましたがあれと御社邸とどのようなご関係でそれは美佐子が女優になる前は画家のモデルを職業にしていたと申したらお分かりでございましょうすなわち時々春男にも雇われたことがあるのですいや時々どころではない 弟は純粋な芸術上の意味からしてあの女がひどく気に入っていましたな始終様々な画題の中に書き込みました中ん族中沢さんなぞはあるいはご覧になったことがおありかもしれませんが23年前に春風画界の絵画展覧会に出展して一等賞をつけられた作に「霊美」と題して天女の姿を描いたのがありました。 その頃、新聞などでもずいぶん騒いでくれまして、弟の名声が、まあ、そのために、一時に上がったような次第でして。確かに拝見したことがあります。と、中沢医学士は頷いた。それで、弟は感情的な奴ですから、大層あの女に感謝したりなどしましたな。記念のためというので、 小型の女持ちの金時計に金腐り時計の後ろ蓋へは広と春夫よりと名前を彫り付けなぞして送ったそうですがそのようなことが後になってとんだ迷惑を切る種となったのですその後美佐子はあのような美貌の上に姿勢も良し音声も美しいので日本座で女優を募集するとともにモデルをやめてあの座に入り稽古を積むうちに ご承知のとおり第一の流行りっ子となりました一方春尾の方では相当の名声を得かつ年配のことですから私もいろいろと心配して昨年の秋頃四谷の私と同業者の大泉くんの妹で女子大学を卒業した令状を見立ててやり今年の秋は結婚式を挙げるように婚約が成立しているのですなるほど そこで、美佐子が嫉妬を起こしたという順序でしょう。と、博士が口を挟んだ。ご推察の通りです。あの女は、弟の感謝を変に誤解していたものと見えましてね。春男が結婚すると聞きますと、がらりと態度を一変して、自暴的に妨害をするような仕打ちに出たのです。つまり、 弟から送った例の内輪の時計などを人ごとに見せびらかして自分と春男とが何か先に婚約でもあるらしく吹い調して歩き回ったそうですのみならず春男が日本座の背景の顧問に閉鎖されようとした時なども内部から湾曲に重役どもをつっついて入れさせないように運動したそうでしたそれはかまいませぬが 一方方のの婚約云々の方はとんだ濡れぎるですからな。もしも今お話しした大泉家の霊場の方の耳へでも入ろうものならば結婚前の春男の信用にも関わることですから弟も躍起となって怒り出して美佐子に抗議を申し込みかつ金時計を返せと談判したそうですがなかなか返さずにいたところを昨日広州へ写生旅行に出かけた記者の中で はからず美佐子と乗り合わせしたわけであります。うんうん。それから。と、博士は気乗りの手。しかるに、二等室の乗客が少なく、八王子駅から先。いや、八王子といえば、もう着きますな。二人きりになったのが春男の不運。大抵ご推察でしょうが、弟はいい機会ぞとばかりで、 大いに女を責めたらしいのです。そしてちょうど女のつけていた金時計を返せと迫ったところが向こうはあくまでも返さないという時間の進むにつれて口論が激しくなるその口論はどこぞの駅に停車した時車掌の耳にも入ったそうですとうとう女の方で腹立ち紛れに自分から引きむしったのか あるいは春男が暴力で引きちぎったのか。ともかくも金時計が弟の手に渡ったので弟は目指した駅すなわち余生駅で女を残して下車したのですその時らは写生の道具1本と1本のコウモリを携えていましたそのコウモリの柄の端はトネリのとがった木ででき 上に鋼の杭をかぶせて地上へ立てるような都合にしてありましたよく射精旅行の時に美術家の持つものなのですで余生期を出たのが7時23分小仏峠の裏山の景色を写生して再び駅へ戻ろうとすると突然巡査に捕獲されたのです広人弁護士はほっと一息ついて はや半ば吸い尽くした葉巻の灰を力なく指で落とすのであった血染めのコウモリと血染めのア口、いずれが真の犯人だろう八王子駅を離れると弁護士は再び言葉を継ぎこのような次第で 一切を総合してみらす,ににかかすなわち最後まで美佐子と同情したのは春夫一人であること激しく口論し合っていたことバラバラになった女持ちの時計や鎖を持っていたこと杭状の傘を携えていたことことにその尖った杭にべっとりと血がくっついていたというじゃありませんか。 え違うと博士と助手は目を見張ったそうですそれが最も有力な証拠にされてしまったのです当人の弁解するところでは汽車を降りてから町を出外れると一軒の途牛場があった覗いてみるとちょうど牛がほくられている最中であったから都会生まれの彼には珍しかったのでしょう 係りの者の許しを得て中に入り写生した。その時着いた血だと言っているそうです。現にその写生の絵は鞄に残っていると言いますから、私は事実だろうと思いますが、ともかくも有力な証拠が揃っているのだから、悲観せざるを得ません。けれども、弟は至極大罠たちでして、 決して殺人犯をあえてするような勇気のある男ではありません。それに私は弁護士たる職務からしても兄としても是非とも彼を救いたく思うのですなるほどそれで事件の輪郭はほぼわかりましたと博士はしばらく考えてからしかしもう一人嫌疑者が上がっているそうじゃないですか その P 的小僧とかいうのはいかなるものかお聞きじゃったろうねああそれもなかなか大切な嫌議者ですそいつは何でも本庄辺りに住むある詐欺師かスリかいずれにせよ不正な奴の子分だそうですが捕らわれた時に乗車切符を持っていないキャッツの言うのでは汽車の止まった拍子に今上野原駅で潜り込んだばかり けれども、あいにく人殺しのあった汽車へ切符なしで乗っては疑われるもとだと思ったから、すぐ思い返して早速また逃げ出したところを運悪く捕まったので、従って、そのような女が二等室に乗り込んでいたのかいなかったのか知らぬと申し立てたそうですが、三等室に乗っていた富山の薬売りの密告するところによれば、その小僧は新宿辺りから飛び乗って腰掛けの下へ潜り込んでいて、 懐にはあい口を飲んでいたそうです。そしてすぐそこに見えるあの小仏峠ですな。あの暗いトンネルの中を記者が失踪中に確かに窓の外へ出て二等室の方へ何か投げつけた様子があると申すのです。で警官が二等室を再び調べてみると、なるほど、ミサコの死体の沢に、 抜き身の合い口が血に染まって落ちている。ほう。合い口が血に染まって。と博士は驚いたが。しかしじゃねえ。投げつけられたその合い口で死んだものとすれば、遅くもトンネルを出次第、あなたのご射程がそれを発見せねばならぬはずであるが。その点が何とも不審の至りです。 けれども、合口が血にまみれてあったことは事実です。それに、被害者の傷口も鋭利な狂気で感染された跡がありまするし、とにかく、このような不思議な事件はございませぬて。合口については、その P 的小僧という奴は何か白状しましたかいや、知らぬとばかりで白状しませる。体を調べても鞘も残っておりませぬ。 大方窓から投げ捨てたのだろうと申すので昨日から沿道を捜索中ですがあなたは死体の傷跡をお調べですか私は調べるのを許されませんが検士の医師の言によれば傷跡は左耳の上方にあって無残なる穴状をなし右方にも長い打撲傷があるそうですなお死体は 右側の戸に足を寄せて横たわっていたそうで昨日以来その車室にはまだ何人をも入れさせずにあるそうであります時下記者はトンネルの暗黒内に突入した博士はその頃から絶えず層外に首を突き出して線路の形成列車の曲がり具合動様の仕方などを観察する様子やがて長いトンネルを終わって 春をの下車した余生期も過ぎた弁護士は急に腰を浮かせてここですここですトンネルとこの次の上野原駅との間すなわちここで凶行が演じられたのです近頃線路の修繕でもあったと見えるな線路の間に削りくずがあるしチェーヤも新しくなっている 候補がこの辺一帯にに働いたに違いない。た違なご観察の通りです。今朝までも甲府が大勢働いていました。線路の間で枯れ草などを燃やしていましたが、まだ働いているかもしれません。上野原駅は目の前に見えてきた。それとともに、博士の注意はいよいよ緊張された。弁護士の言ったごとく、 草の燃え残りはプスプスといまだ煙を吐いていることに博士の目を注げるは中央の一線路そこはいわゆる堆避線で空な滑車家畜車などが並んでいるそしてそれらと並んだ列車の一室の厳重に封鎖されたのこそ守備人の発見された二等室であるのだついに三人は停車場へ降りた 博士二等室の林拾ったものは何だろう現代における素人探偵の大建物警視庁でも一目置いて万事を許している有名な法医学博士の来着は早くもロト弁護士により予報されてあったと見え警察官駅長社長社夫等はさも物珍しげにプラットホームに集まり待ち受けていた。 くれた博士は早速警官に向かい「車室を見せていただけますかな」と言ったいや中はどうも裁判官が封印していきましたからと警官は気の毒そうに答えたははっそれではやむを得ぬじゃあ外だけでも外だけならば差し支えございませぬ と一同は連なって車両の方へ後戻りをしていった道すがら博士は駅長に昨日の事変後の模様を訪ねた「はい二等室はやはりあの夫人一人きりでございましたその列車が停車場郊外へ見えますと同時に私はレーンよりプラットホームへ立っていましたがご覧のとおり線路の付け替え中でして」 がが燃ややす草の炎や煙が見えていました。ちょうどその時真ん中の線路に家畜車が停車しておりましたが一体牛でも馬でも炎や煙を見ますると恐れて暴れ出しますが事にその家畜車にはこの町外れの万沢と申す牧場へ渡すはずの牛が56頭入っておりましたから。 間違いがあってはならぬと脇の線路へ移すように信号をさせようと思っていますうちに一旦その家畜車と並んで停車した列車が再び進んでプラットホームへ入ってまいりましたそして間もなくあの凶行が発見されたのでございますと駅長は詳しく物語るその時 甲府は働いていてましたかええちょうど休息時間で線路には一人もいなかったと存じます死体を発見した際には二等室の戸はことごとく鍵がかかっていましたろうか無論かかっておりましたようやくプラットホームの外れにある車両へ到着した装飾色の二等室 外側の戸までぴっしり閉めて封印してあるのが恐ろしき殺人の行われた写出だと思えば他の者には印酸として物恐ろしくも見えるものを博士はいつもの落ち着き払った顔で口の利けぬごとく沈黙したまま検査に着手した右側左側出入り口窓と金縁眼鏡を押し付けんばかりにして 物を嗅ぎ回る犬のように調べ回ったやがて再び右側の足掛け台の上へかがみ込み何かを捜索する様子であったが何者を発見したのかポケットから紙切れを取り出し足掛け台から小さきクズを拾い上げて包み込んでしまった包み終わると足掛け台の上に上り外側の窓を下ろしてガラス窓から車室内をくまなく凝視した そして中沢助手をして手提げカバンの中から例の鉄粉機を取り出させ少しく黄色を帯びたる一種の粉をプーっとガラスへ吹きかけたガラスはみるみる雨空のごとく曇ってくる博士は目も離さずにその現象を見つめている窓ヘりにも吹きかけてみた最後に懐中物差しを出して窓の高さと長さと幅とを測ってみた また真ん中の線路との距離滑車家畜車等との二等室との間隔まで詳しく測量した見ると近間の線路に56人の甲府が働いている車両の検査を済ませた博士はつとその方に走り寄り甲府頭とも見える男を捕まえて何かをせわしげに尋ねているそこでも材料を探し出したのであろう 博士の拾い上げたものは果たして何だろう窓の高さを測りガラスを曇らせ見たりしたのは果たして何のためだろう一同は今駅の構内を抜けて証拠物件の閲覧を請うべくこの町の警察署へと足を急がせた守備陣の二本の髪の毛 証拠品の調べは基地か強か。警察署には、ヒロとハ春夫と P 的小僧とが囚われて留置されている。しかし弁護士は、その相手に面会することもできぬ。無罪か、有罪か、その真相の暴露せられるのは、そもいつであろう。広戸氏の憂い満々たる顔色は、見るも気の毒なほどである。 粗末な小作りの警察署の一室で署長はしぶしぶと春男の所持品および P 的小僧の持っていたと疑われる合い口などを示した博士はまず教皇に用いたといわれる例のコウモリを取り上げ拡大鏡でその杭型の絵を仔催に調べ始めた次には湾脚機を取り出して鋼をかぶせた杭の直径柄の直径長さ等を測った後 中助手の携帯してきた顕微鏡をその場で組み立てさせ杭の端からこすり落とした血痕を研究したしばらく眺めてから手帳へ何やら書き留めた基地か京か広戸弁護士は覗き込んでみたがドイツ語の走り書きさらにわからない今度は絵の具箱と写生画の番じゃと博士はひっくり返してみて おやおやあなたのご写程はなかなか整頓好きな方ですなそら、絵の具もパレットもハケもすっかりきれいになっているとカンバスの射精画に目を移しなるほど一枚は風景で一枚は土牛場の実景か3時間で描き上げたものとしては非常な出来栄えじゃ ことに生き生きした精神のこもっているところは何とも言われませぬわいどうでしょうそのようなことは反証になりますまいかと廣翔氏は心配そうに聞くさあ今のところまだ何とも断定はいたされぬがこれを見せてもらったのは大きに参考になりました 美佐子と春夫との論争の種となった金時計と鎖それはざっと目を通したのみであるなお一つ残っているのはさっきほとばしる地染めの合口ばかり博士は白さやの合口を取り上げコウモリの絵と同様その長さ幅峰の厚さ葉の湾曲のどなぞを測って書き取らせた後、結婚後顕微鏡で調べた。 口早にドイツ語が博士の口を漏れると助手の手がさらさらと手帳の紙の上を走る証拠物件の閲覧はこれで終わった一同はさらに警察署を出て村役場へ死体の見聞に赴いたマルセミサ子の死体は役場の宿直室の隣室に白い布を顔へかぶせて横たえられてある服装はありしままにて 薄き緑色の袴その下なる炭鉱色の下袴は靴下をつけたる細き足に絡み黒髪は浮き物用に溶けて畳の上に漂っていた古臭い机の上の仮の証拠その周りに座っているのは役場員警官日本座の関係者宮殿に接して今朝一番できたという50ばかりになる美佐子の母親これは 甥の目に手ぬぐいを当ててはむさび泣いているのであった広と弁護士はさすがに母親に表を見られるように覚えて入りかねたで博士と助手だけを押し入れた折りから夕暮れに迫った山国の峠の空なるネズミ色の雲間を漏れる沈んだ光線が薄赤く障子から差し込んで奇襲霊室の木に満ちたこの逸室をさみしげに照らしている。 一方の壁にはビビしい婦人帽贅沢な薄物の襟巻きその他被害者の生めかしい持ち物が釘にかかっている田舎の殺風景な役場には誠に不似合いなもののみでそれらを見るにしても生前恐々たりし美人の往診が痛ましく感じられる博士も助手もしばし無言で貯立していたがやがて心を取り直し 博士は婦人坊を手に取ったすこぶるしゃれた舶来品鳥の羽リボン絹レース等にて取り巻きことにひさしの縁は泡粒大の極めて微小なる青色の玉を幾列にも連ねて飾ってある帽子の片方のひさしには一つの穴が開いていてそこから青い玉がほどけてだらりと下がっている鼻先へ持ってくると 紙油の残りの匂いがプーンと漂う。帽子の少しゆがんだ形と穴の具合とから見るに。これはこう左かしぎにかぶっておったのじゃねえ。と博士は左かしぎにかぶってみる。私もそう思います。と、中澤助手は帽子を受け取ってじっと眺めていた。 みさこの日本座の舞台姿でも思い出したのであろう博士は帽子から落ちちった青い玉を23個つまんで封筒へ入れたあと死体のそばに立ち膝をなし顔の白布を取りのけた「おお若いきれいな子であるのに気の毒のことをした」と言いつつ頭部の傷跡を残るくまなく検査した検査しながら この度は日本語で左耳を上方向に猿1センチの頭蓋に円形の感染孔その直径1インチ16分の7路長骨挫折しあり白膜感染、左方眼下の縁に及ぼしたる打撲症帽子にレース及び青玉の再編付着す と述べるに従い中沢助手が手帳に記すその記し終わった頃「親?」という美佐子の母親の驚き声が聞こえた博士は守備陣の傷跡の付近から手早く12本の髪の毛を抜き取ったのであった我慢しなされこれもあなたの娘さんの仇を見つける有力な証拠になるのじゃがら。 傷ましげの目で娘の顔を眺めた母親に向かって博士は覚のごとく言いつつ九段の髪の毛を一応拡大鏡にて調べしかして開始に包み取るのであったここに至ると博士のとぼけたごとき顔は生き生きと輝きだし眠たげの目は次第に澄み渡って大きくなったこれは暗い犯罪事件の上に 巧妙が全然さしてくる時の博士のいつもの表情であるああ指令ょうなる地をうしたる博士の胸の鏡にははや誠の犯人の移り死にはあらざるかいなか牛の角の包帯は全体未聞ピシピシ振るう博士の狂体 役場員が博士ら一行のために終戦した鶴屋という宿屋は停車場に近く山を背にした2階建てであった3人は1人の役場員に案内されて近道の裏町を通って旅館へと歩いていった途中に牛のうなり声が聞こえてきたまもなく一行は万沢牧場という看板のかかった小さい牧場の前を通りかけた と博士は急に思いついたような顔つきでまあ牛の角を一本欲しいと思うておったがちょうどいいおりじゃと何気なく言った牛の角と他の2人は驚いたまた博士の突拍子もない癖が始まったこの探偵事件のさなかに牛の角とはいかにも悠長すぎる 博士はずんずん先に立ち牧場内へ入っていった役場員は仕方なしに博士を主人に紹介した主人というのは四十五六の赤ら顔の男やはり一行の到着を聞いていたものと見え至極丁寧な対応ぶりである牧場の主人は少しく思案して「さようでございますなあ現在ここには品切れでございますが」 ちょうど妙長一頭潰そうと思っていましたから、なんならそいつの角を差し上げても構いません。妙長潰すそれは好都合じゃ。何かな牛は皆達者なのばかりかな。ええ、それはもうピンピンいたしておりやす。ご懸念ならばご覧くださいやし。お気に召したのを潰して差し上げやしょう。 そこで建物に沿うて裏手へ回ると丘の裾へかけて狭い一つの牧場がある細長い牛小屋が一方に立っている藁豆腐草などの食料の小ぎたなく散乱した一種の異臭の花をつくおの中には五六頭の牛がつながれてあった小枝太った肉付き光沢のある皮膚白く長き角 いずれも見事な牛である。檻の前へ立った博士は今までにない深刻なものすごい目つきをして牛の目と角とを一匹一匹見つめていった全てを調べ終わると何と思ったかツとステッキを上げて左の一頭に近寄り漁の角をピシピシと叩き始めた「どうなさるんです!」と中澤助手は驚いた。 角ののを試してみるのさ。その鋭敏の同いかんで牛の健康状態がわかるのじゃご冗談でございましょうと主人は笑いだしたまさか角に感覚があるなぞと聞いたこともございませぬそれにも答えず博士は次から次といたずらこぞうよろしくの体で角をぶちのめしていったが 牛はどれもこれも平気でアブが止まったほどにも完全ぬらしい博士の顔には失望らしい色が現れたところが一番最後の牛はすこぶる仰天したらしかった角をピシピシと打たれるとうーっとすさまじくうなって怒りの色を目に訴えつつ後ずさりをして睨み始めた博士はきっとその様子に注目した そして一人でうなずきつつ分けても左の角をめったやたらにぶちのめすと牛はもうランダの仕事に縮み上がって足を激しくバタバタさせ頭を振るって苦んしでした「これはいけないこの畜生は一番弱い」と主人はしかめっ面をするいやわしはこれに少し望みがある。 潰すなららばこれにしてもらえいまか。そしてこの左の角を切って停車場前の鶴屋旅館へ届けてもらいたい承知いたしました左の角じゃよ間違わないようにと博士は念号をして中澤女子に命じ左の角をハンケチで大事に包帯させた そして主人と固く約束をつがえて牧場を出たああ博士のすることをなすことはほとんど常軌を逸しているまさかに犯罪事件を忘れたのではあるまいが霊妙なる顕微鏡検査驚くべき発見物 その翌朝のこと停車場前の鶴屋旅館の2階の一室には一貫張りの机を囲んで呉田博士中沢医学士広戸弁護士昨日の万沢牧場の主人などが座っていたそばには例の博士の旅行カバンがある机の上には顕微鏡とその付属品ナイフ試験薬 それから約束をたがえず牧場の主人が持ってきた牛の角謎が置かれてある今しも博士は熱心にその角の検査を行う最中なのだ博士は半ケチの包帯をほどき角を耳に当てたそしてあちこちにひねり回しているかと思えば外側を拡大鏡の下にしてじっと調べている あるいは角の先端から外側をごそごそと小さいガラス板の上にすり落としその上に試験薬を垂らすそしてそれを顕微鏡にあてがって23分間は身動きもせず目を据え切ってのぞいていたが不意に中沢君、早くのぞいてみたまえ助手は色白の顔を寄せてのぞいてみるどうじゃね 何が見えるね多孔質の神経血球が見えます。非常に縮んでいるけれども、それに違いありますまい。では、これはと、ガラス板を回す。二つの角錐状の神経血球と、繊維が少しばかり。その組織は脳髄の皮質部でしょう。 確かにそうです。そのとおりそのとおり博士はいくたびかうなずいてさらに広と弁護士に向かいさあこのようにことが決着すれば御射程に対する反証がことごとく上がったと申してよろしいですえな何とおっしゃるあの反証があの反証が と弁護士は思わず膝を乗り出した「座右もう私にはあのみさ子がいつどこで何者のためにいかにして殺されたかすっかり分かってきた」と博士は落ち着いた得意らしい微笑を浮かべた「へえ犯人までもお分かりですか?」「一体何者ですか?」「まさか弟じゃありますまいな」 早くどうかお聞かせください。と弁護士はどもるばかりに気がせいている。よろしい。ではともかくも一応ご説明いたそう。博士の説明は誠に驚愕すべき一大事実である。美を開き根を暴く、実に霊名不可視になる科学的探偵の観察である。 まず死体は足を右側の窓際に向けて横たわっていたこれは被害者が倒れる時窓際に立っていた証拠であると博士は右のポケットから1枚の封筒を左のポケットからは1個の紙包みを取り出した両方とも例の泡粒大の微細な青玉が入っていた この封筒の方の青玉は、ご承知のごとく、昨日役場に行った際、美佐子の帽子に付着していた飾りの青玉を取り分けてきたのである。ところが、わしはその前より、車両を見分した際に、右側の足掛け台からすでにこれと同様の青玉を拾ってきた。すなわち、あの際紙包みにしたこちらの青玉である。疑いもなく、 この紙包みの方のもミサコの帽子のものであって、これが足掛け台に落ちていたところをもって察すると、彼女は帽子をかぶったまま窓から首を差し出していたに違いないのじゃ。首を差し出していたという事実は他にも証拠はある。すなわちわしは昨日、車両の窓ガラス及び窓ヘリに、鉄粉機で試験の粉を振りかけてみた。 すると、両方とも油切った曇りが出た。これは、髪、あるいは手をそれに触れた証拠である。と、手真似をして。次に、傷跡はというと、左耳上後方の頭蓋骨のは、不完全なる円形を成している。その直径は、1インチ16分の7。他に、目の方へ走った傷と、 右方に三インチ四分の一の打撲症とがあるところでまあこれをご老次郎と牛の角を取り上げて叩いてみてその直径一インチ十六分の七。これはご存知の通り左の角であって感覚の鋭かったやつであるな誰でもこのように振っているところへ耳を当てると 中の髄がカラカラとすれ合うのが聞こえるじゃろうそこでこの上半分の太い方をご老中細長いひっかき傷の跡が幾本となくついていますねこの傷の終わっているところの角の太さを湾曲器で測ってみると頭についている傷跡の直径と同様1インチ16分の7あるすなわち 傷跡の直径と角のその部分の直径とはピタリと覆っているまた角の面のひっかき傷の上には血痕が付着しているし先端にもごく微細なる物質が付着しているそれが今中澤くんと顕微鏡検査を行ったものであるが全く人間の脳みそに他ならないことが判明しましたあっじゃあ 先生が目指す犯人とおっしゃるのは。と、弁護士は呆れ顔をした。その胸には、ある思惑がぴかりとひらめきかけたのである。ただもう夢に夢見る心地。ああ、意外。ああ、ああ、意外。 まあ、しまいまで緊張緊張。と、博士は笑いながら押しとどめ。で、一層綿密なる注意を持って角に付着した血痕を調べるとじゃ、その中に髪の毛が混ざっていることを発見した。それをレンズへかけると、根元の球形までがよく見えるが、元来人間の毛髪には、 生理学上から難しく言うてもお分かりにくかろうから素人風に申せば毛髪の根元には必ず際立って黒い一区切りがあるところでこの毛のその部分の長さを測ると1インチの64分の14があるしかるにわしが昨日被害者の死体から引き抜いてきた毛髪のその部分を測ると 同じく、1インチの64分の14あるのじゃ。すると、角に付着していた毛は、すなわちミサコの頭の毛に違いないですね。と助手が言った。無論そうじゃ。それからもう一層興味のある証拠は、そらここをご老次郎。と示されるままに、 一度瞳を集めて熟知すれば角の結婚のある一部に目に入るほどの微細なものが付着しているああそれは実に被害者の帽子の青玉ではないか3人はほとんど艦に打たれてただ目前と飽きる,るばかりであるこれだけの事実を総合して弾丸を下せば昨日の陳次が半然と分かってくる。 と博士はこうすなわち昨日美佐子の乗った列車がこの停車場に入らんとした時には中央の線路にはすでに家畜車が停車しておったのであるそれに乗っていた牛の中にはこの角の主も混じっていたそして家畜車の少し手前の方では甲府が草を燃やしていたのは駅長の説明したとおり ところでわしの想像によれば美佐子は草の燃えるありさまでも見ようと右側の窓から首を差し出したが前にも判断したごとく帽子を左かしぎにかぶっていたから帽子のひさしに邪魔されて列車が家畜車に接近していくのが分からなかったものと見えるで列車と家畜車とはいよいよ並行して止まった そのせつな。運悪くも、霊の牛が檻の中から頭を突き出して、煙のために苦しがっている際であったから、前後の見境もなく暴れる拍子に、線路の上へ首を差し伸べていたミサコの頭を、帽子越しに、力任せに角の先で突き刺したのじゃ。被害者はよろよろと倒れながら角をもぎ離そうと引っかく。もがく。 でもとうとうこらえきれずに絶足してしもうたのである。わしはまずこれが多分は誤りのない推定だろうと思うのじゃ。何春尾くんの傘の杭かあれが凶きだと思うなぞは大馬鹿の骨頂じゃ。第一、太さが傷跡の直径に合うておらぬ。付着している血痕は昨日警察署で顕微鏡で調べたが、 やはり、牛の血であった。じゃから、余生期の途牛場でついた血であるという本人の陳述に偽りはあるまい。何二等室に落ちていた愛口の血か。あの血はまさに人間の血である。おそらくは、ミサコの不調の血に染みたのであろう。けれども、これも同じく傷跡の直径と適合しておらぬ。 何故にあの愛口が血に染みていたかということのみは疑問の点であるが、美佐子の死因に至っては断じて春尾君の所業ではない。また、愛口のゆえでもない。今説明した通り、一本の牛の角にあるのじゃ。広戸弁護士は、ただもう夢に夢見る心地。何と言うべからず気色と安心と、 満足の色を満面に溢れさせて。ああ、どうも何とも意外なわけで口もきけません。先生は弟の命の親です。ただ、感謝致すよりほかはありません。ところへ、宿の主婦が現れて所長さんがおいでになったという案内。早速その場へ通すと署長はしおしよと頭をかきつつ。 ただいま P 的小僧を取り調べて自白させましたそれが非常に有力な自白でほとんど2人の権疑者に対する考えを根本から動揺させるに足るものです彼の申すところではやはり新宿から密譲したのであって小仏トンネルの中であの合い口を美佐子に投げつけたのだそうですしかるにトンネル内の呆然たる音響に消されて ミサコも春尾も合口の飛んできたのに気づかなかったろうというのですな。で、トンネルを出てから二等室を伺うと、ミサコに何の異常もないので失望したそうです。ところが、余生期で春尾が下車してしまった後、上野原駅へ向け半利以上も記者が進行したる頃、再び窓から眺めると、依然ミサコは生きていたというのです。してみますると、 はるおがみさこを殺した後下車したという疑いは全然転覆されてしまいました。なるほど。それは事実でしょう。と、博士は応用に。しかし、P 的小僧がみさこを狙った目的は何でしょうさあ、その点を責めると言葉を濁してしまうのですが、黙々のうちに彼のほのめかすところによれば、 日本座の同じ女優の中で美佐子の美貌と評判等を妬む者が単に彼女の顔へ傷をつけるくらいな淡い目的で小僧にひそかに頼んだもののごとく解釈されますが既に犯人が春尾でなし P 的小僧でなしとしまするとこの事件はほとんど語彙夢中の迷宮に入ったようなもので果たして何人がその下手人であるかが分からず 全く手がかりがない不可思議至極な殺人犯事件となるので、花ははだい終わりました。いや、決してごり夢中ではない。犯人はもうここに上がっている。これ、この一本の牛の角です。とお博士は角を差し出して。ともおかくも、春尾君だけは早く方面の手続きを取っていただきたいものじゃ。 所長は改めて博士に詳しい説明を聞かされて呆れ返ったことは言うまでもないへえとしまするとあの人殺しをやったのは私のとこのあの畜生なんでと牧場の主人は額に手を当てて一人当枠顔であるいやいやそれももう今朝潰されたのじゃから ミサコの亡霊もよもや迷うことはあるまい。何事も因果応報と諦めるより仕方がない。ナ無アミダ仏ナムアミダ仏じゃ。ハハハハハハと博士は快活に交渉するのであった。かくて春尾は直ちに放免された。広戸弁護士の喜びは無常であった。P 的小僧は なお余罪があるとの見込みで抑留されたそれから東京における多くの人々と日本座の幹部では人気ある女優美佐子の死を悼んだ。